婚活マーケティングにおいてはそのねスペックがいいというだけでその男性ってね、まあ、有料物件なんて言われちゃったりしますよね。絶対に男性捕まえたいって思っちゃっていると実はその男性は全然生きてなかったみたいなことになりかねない。あなたの世界のヴィーナス杉口香でございます。このチャンネルラジオのことを大好きなんて大好きなカリア、お金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはこちら。実はやばい、早すぎだけれどもこういうと気をつけてというね男性についてお話をさせていただきたいなと思います。婚活をしている皆様、やっぱりね好きな男性のタイプの中に高収入とかハイスペックとか、要はまあスペックがいい、条件がいい、お金があるとか稼ぐ力がある、いいところに勤めているとか、お給与がいい、言ったこういうね一見この婚活マーケティングにおいてはそのねスペックがいいというだけでその男性ってね、まあ、有料物件なんて言われちゃったりしますよね。で女性も婚活をめちゃめちゃ一生懸命頑張っていたりとか焦っていたりとか、もう絶対に男性捕まえたいって思っちゃっていると、実はその男性は全然生きてなかったみたいなことになりかねないように、今日はこの動画でハイスペック、ハイステータス、まあ、高収入だけれどもこういう男性はマジで気をつけてねっていうことをお話をさせていただきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。一つ目はですね、女性を見下す。はい、男性の上位的な考えを持っていて、なんか女だからできっこないとか、女だから出しゃばるなとか、女だから家事をした方がいいとか、女だからみたいな感じで、男だから女だからとか、そういう優劣ってないじゃない。だけれどもその男性の思想の中にそういった言葉、なんか女って楽だよなとか、なんか女って別に一生働かなくてもいいしなとか、まあ女性を小馬鹿にするような思考がちらほら見えたらですよ、出会って間もないとかお付き合いして期間が浅いとかだったら、やっぱりね好きっていう気持ちがあるがゆえに彼から言われた言葉に対してなんかまあ好きだしいっかみたいな感じで流しちゃったりとかすると、後々ねこういう小さな違和感っていうのがバンって、なんかこの人って女性を軽視してないとか、なんか女性だからいいなとか、なんか女性だからずるいなとか、なんか女性だから出しゃばるなとか、なんかまあとにかく女だからっていうのを手にして男尊女卑的な考えを持っている方っていうのは、それはお付き合いをした後にですよ、その女性に対してもリスペクトがないから、まあ、気をつけた方がいいです。はい、続きまして2つ目、人のことをバカにする。はい、さっきはまあ男尊女卑で、まあ、女性だからっていう、まあ、その女だからなんだけれども、こう人をバカにするっていうのは絶対的に自分が正しいって、自分が正義って堅くなに信じ込んじゃってる状態、つまりちょっと裸の王様的な感じで、だから自分がもう絶対君主なんだみたいな。人をバカにするって、例えば人の悪口を言ったり、例えばちょっと、まあ、失敗とかがね、やっぱり人間あるじゃないですか。でも失敗とかあっても、まあ、許せないみたいな感じで、すごくその相手をこう集中的に責め立てたりとか、あとは自分がハイステータスっていうことに、まあ、誇りがあるからだとは思うんですけれども、例えばそうだな、簡単にできてしまう仕事の人に対してあんなしょうもない仕事をしてとか、あんなことやってたら何が楽しいのかなとか、要はその、まあ、一般的にね自分がやっている仕事より軽くできてしまう、誰もができてしまう仕事をやってる人たちに対してなんかかわいそうとか、まあ、出来損ないとか、まあ、そういう人を蔑むような言葉を投げかけてくる人、はい、こういう人っていうのはもう普通に思いやりがないし、男とか女とか抜きにして普通にアウトじゃん、普通にアウトだよね。から会話をしていく中で、例えば店員さんへの態度が横柄であるとかっていうのももう絶対 NG ですよね。はい、続きまして3つ目、3つ目はズバリドケチです。はい、お金って人を幸せにすることができるツールじゃないですか。で、その、まあ、ケチっていうのは自分がお金があるにもかかわらず、そのお金を使って例えば彼女とか大切な人とか、まあ、友達とかを喜ばすことを嫌がる、なんかそれを好んでしたくないっていう人、はい、
そう、だからお金をなんか自分のためにしか使いたくないとか、なんなら自分にも使いたくないとか、例えば、まあ、結婚前に同棲しました。で、家事も生活費も光熱費も折半なんだけれども、家事だけはその彼女がやってるとか、折半なのにもかかわらず家事を一切しないとか、そういう男性ってやっぱそのもう 50-50 っていう考えのもとでも、自分は男だから家事はしないみたいな、はい、もうめちゃめちゃダサいやん。ね、でそのなんか女性もさ、別に絶対におごってほしいっていうよりかは、大切な人とか愛する人に対してどういうお金の使い方をしてるのかなっていうことを見てるわけであって、なんか自分が得したいとかそういうことだけでごちそうになりたいって思ってるのじゃなくて、その人が持っている男気とか、例えばお金をどのように使うのかっていうお金のマインドセットとかを見てるんだよね。だからなんかすごく高いものを欲しいわけじゃなくて、例えば、まあ、ちょっとしたものとかでも、例えば彼が払ってくれるとかなってくると、払ってくれたっていうその男気とか、その愛情に男らしさを感じて、まあ、キュンってなるわけじゃない。それをなんかもう俺たち折半だよねみたいな感じで、なんか数だけなんか君女性だからやってねみたいな調子のいいことを言ってる男っていうのは絶対ダメよ、ダメダメダメ。はいはい、続きまして4つ目は女性に興味がない。で、この女性に興味がないっていうと、これはどういうことかって言ったら、例えばその性的な部分への欲求が極めて低い、薄い、うん、だから手をつなぐとかキスをするとか体の関係を持つっていうことに対して極端になんかもう拒否しちゃうような、はい、なんかあの女性アレルギーみたいな、うん、なんかハイスペックなんだけれども、あの女性アレルギーの人とかだったらなかなか進まないし、でも女性側がさ多分悶々としちゃうと思うので、まあそういう人に関してはちょっと時間がかかるかなっていうところで、まあ、私自身はあんまりフランスさんにはおすすめはしておりません。はい、まあ、何らかその女性に対する抵抗がすごいある方って、恋愛に対しても抵抗があるので、女性が結構もうあの手この手でリードをしないといけなかったりもするので、ちょっとねそれはしんどいかなと思うので、なんかまあ私自身はまあクラスさんたちにそのようにお話をしております。ただ私はそういう男性がむしろもうめちゃめちゃドストライクで、もう何なら自分が育てたいと思っている女性に関してはもう全然そういう人もありだと思いますよ。はい、ラスト5つ目はいつまで経っても女性のお尻を追いかけたいハンタータイプの人。はい、例えばその男性が持っている地位とか肩掛けとかステータスを出すことによって、女性からですよ、チヤホヤされたい、はい、例えばキャバクラとかそういったお店に行っていつまで経っても俺はすごいみたいなのを感じたいっていう人っていうかさ、そういうところに自ら進んでいく人って私思うんだけど絶対モテてないんでしょ。だから普段からチヤホヤされていないからお金を払って言ってもらってるんでしょ。だから本当にモテてる人ってさ、別にお金払わなくてもなんか素敵とかさかっこいいねとかって言われたり感じたり、別にそれを求めたりもしてないわけ、うん、誰かからさ別にチヤホヤされなくてもなんか満たされてる状態から一向に落ち着く予定を感じられなくて、夜遊びが大好きとか結婚っていう言葉を餌に出すんだけれども、彼女とねなかなか結婚に進まない、行動を示さないっていう人っていうのは、まあ、本当にあの結婚はしたくないんだけれども、まあ、キープしたいとか、または、まあ、ずっと自由にいたい、まあ、もちろん自由にはいないんだけれども、その自由でいるのはもちろん男も女も自由でいたいと思うよ。でもやっぱりね、そのモテたいモテたいモテたいっていう欲求が人1倍人の3倍4倍5倍ぐらい強い人っていうのはまあ大変ですまあ大変かなと思うので、そういう人はもう却下していきましょう。で、先日ねちょっとここからはまあ、私普段ね、婚活スクールをやってるんですけども、愛も富も美も手に入れる人生レベルでステージアップをする、きらめきマイライフラグジュアリー婚活アカデミー、クライアント様のことヴィーナスって呼んでます。ヴィーナス38期生の方の講座がね2日前にあったんですけれども、そこでね、そのクライアントさんは、まあ、50代ですごいむちゃくちゃもう綺麗くて美しくてすごくバイタリティもあって、まあ、すごくモテてるので、本当にハイスペックな男性からもアプローチをされちゃって、カナさんこんなに素敵な人っていっぱいいるんですねみたいな感じで、すごくその、まあ、なんだろう婚活をね楽しくスタートされたんですよ。
で、まあ、それまでね、まあ、ステディな彼がいたので、その婚活っていうのを積極的にはやってなかったんだけど、今はね、結構アグレッシブに楽しんでおられるんですが、でその方がこの LINE どう思いますみたいな感じで、彼と彼女との LINE のやり取りをね見せていただいたんだけれども、でそれが何かって言ったら、彼女は彼からの、まあ、要はこういうの来ないっていう、まあ、お誘いに対して、まあ、こういう理由があるからもう行けませんっていうことをお断りにしたんですよ。お断りしたらね、例えば急に言われてもさ行けないとかさ、例えばもっと大切な予定があるとかさ、まあ断るのって自由じゃない。でもそれを彼は経営者で、まあ言ったら、まあ名前をググればすぐ出てくるような著名な方なんですよね。で、だからなんかその彼的には俺が誘ってるのに断るなんて信じられないみたいな感じで、で、その彼女はこれからビジネスを自分でやっていこうっていうところなんだけれども、そんなんだったら成功しないとか、ほらほらサラリーマンの考えが出たとか、成功者というものは、まあ、お客さんと予定があっても自分のミッションのためには動かすみたいな感じで、結構その女性に対してなんかダメだダメだダメだのオンパレードのラインをなんかこう送ってたんですよね。でそのまあクライアントさんもみたいな感じで、まあそこに対してまあすぐに返信せず、私にこれどうしましょうみたいな感じでまあ質問をいただいたんだけれども、こういう男性っていうのもハイステータス、もう俺すごいと思っちゃってるから、プライドが高いのか、プライドが高すぎてその女性から断られることに対してなんか自分を否定されたとか、なんかありえないみたいな感じで、なんかすごいもうバシッバシッバシッってきちゃってるんだけど、本当に余裕がある人とかってその相手の自由も許可できている状態だから、例えばあそれいけないのごめんねって言われたら、じゃあまた今度よかったら来てねとかさ、そうやって心地よいコミュニケーションが取れるじゃない。うん、だから男性が立場が上で、女性が例えばビジネスをこれからしようと思ってるとか、彼に対して例えばすごく尊敬の念を抱きすぎちゃってると、なんかその彼が俺が教えてやってるみたいな、なんか俺がすごいから俺の言うことだけ聞いておけばいいみたいな感じで、すごいなんか俺様的な感じで発言をしてくる、うん、こういう人っていうのはマジで絶対に私はおすすめしません。はい、成功する定義も男と女って全然違うし、でその本当に断っていいんですよ。なんで来ないんだよみたいな、来ないなんてもう絶対にもう君は失敗だとかって言ってしまうぐらいの小さい男と。はい、だからね、どれだけステータスがあったとしても、例えばそんなことで怒るの、そんなところでキャーキャー言っちゃってんのって思っちゃったら、それは本当にあなたの心が正解。はい、だからね、今そういったその小さな違和感っていうのを見逃さないようにしてください。彼との未来を考えた時に、あ、なんか私モヤモヤするなとか、ハイステータスとかハイスペックとか、まあ、収入とかを取っ払った時に、彼のバックボーンとかね、取っ払った状態で彼を見て、それでも好きであればそれは本物だと思うし、そういったバックボーン取っ払った時に、この人ってそれ取っ払ったら何がいいとこあんねんって思ったら、それはその人のことが好きではなくて、その人の条件が好きなだけなので、そういう人とはもう終了した方がいいと思います。はい、ということで本日はここまでとなります。私は普段レント婚活のスクールを運営して、今年で9年目ということで、愛も富も美も手に入れる人生レベルでステージアップする女神をね、世界中に溢れさせることをミッションとして活動をしております。今がどんなに崖っぷちでも、今が何故であったとしても、夢を絶対に叶えていくことができる、そんな世界をあなたにもぜひ実感していただきたい。ぜひですね、この概要欄から私と公式などお友達になってください。あなたの人生がマジで動き出すきっかけになると確信しております。はい、ということで、皆様、婚活している方、恋愛している方、なんかね、若く人生送りだと思われている方、まあみんないろんな願いがあると思うんだけども、最後、いきますよ。あなたも必ずできる、できる、絶対できまーす。できますはい、できまーす。いや、マジでできるから。はい、ほんとね、ハイスペックとかハイステータスっていうのはやっぱりみんな好きだと思う。でもやっぱそれ以上に本質ですよ、本質。一緒にいてね、居心地の良さとか、いっぱい心から笑えてるかとか、心から安心とかね、幸せを感じているか、そういったあなたの心を一番大切にしてください。あなたも本当にね、近い将来今以上の幸せがやってくるから信じて。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。